中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。先週のヒシグアスは人気に応えて見事勝利。今週は弥生賞ディープインパクト記念が行われます。ということで早速私中村愛の注目馬こちらです。ダン7番タイムトゥーヘブンです。なぜタイムトゥーヘブンかと言いますと、ダン先行作が魅力ということで、前走の京成杯でもこのコーナーで取り上げさせていただきました。その前走の京成杯でも逃げて2着と好走しました。なんとも魅力な一頭ではございませんか。で注目すべきは中山の馬場状態だと思うんですけれども、こんなものを作ってみました。未勝利戦以外の先週の中山芝コース勝ち馬のポジション一覧です。こちらを見てみますと、逃げ切りこそありませんが6レース中4レースが2番手追走、あとは3番手と4番手が1レースずつと、開幕週の中山競馬場やはり先行馬が有利と感じました。今週もそうなることを期待して本命です。ということで今週はダダン前走京成杯逃げて2着、今週も中山は先行有利であってほしい。7番タイムトゥーヘブンに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは33レースでした。その中でも日曜日に行われた中山11レース G2 中山記念を見事的中。決まりとなったレースもコラボ指数ではしっかり指数上位指名、3連単ももちろん万馬券です。今週は弥生賞ディープインパクト記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とと協力コラボを組んで、コラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボそして馬と未来とで検索してみてください。以上中村愛の馬コラボでした。